藤田信夫は、大学野球の選手、指導者として活躍した人物である。元法政大学名誉教授、中国、天津市生まれ。1930年、東京六大学野球で、初優勝を果たした、当時の法大野球部兵庫、伊美中学から、法政大学に進み外野手として、活躍、首相も務めた。1927年卒業後、 監督代理を経て1929年に放題野球部の3代目監督に就任した。日本遠征で訪れたハワイチームのエース若林正を勧誘するなどチーム強化に努め、1930年東京6大学周期リーグ戦でチームを総部発の優勝に導いた。その後1940年まで12年の任期中4回のリーグ優勝を達成。 放題野球部の第一次黄金時代を作り上げた監督を退いた後は東京六大学野球連盟の理事に就任、戦時下の野球統制に対して、日田水州らと共に軍部、文部省による弾圧阻止に奔走した。戦後も放題野球部部長を1973年まで務め、生涯を放題野球部の発展に捧げた。このことから、 法政野球部の父と呼ばれる。その傍らで、東京六大学野球連盟の理事長、規則委員などの要職を長く務めたほか、日本学生野球協会副会長、全日本大学野球連盟理事長などを歴任、日本学生野球憲章の制定に関わるなど、日本の学生野球界の発展に尽力した。これらの功績によって百八十七年、特別表彰で、 野球殿堂入りした、藤田の後継の宝大監督で、近鉄パールス初代監督の藤田昭蔵は実定。ありがとうございます。